確かにあの子が手紙に書いてた通りね。お師匠様、待ってくださいよ。ディール、あまりもたもたしてると村に着く前に夜になっちゃうわよ。そうは言ってもこの街道、木がたくさん生い茂ってて歩きにくいですよ。そうね、昔はこんなじゃなかったのに今はまるで樹海みたいね。それじゃあお師匠様の弟さんが送ってきた手紙に書かれてたことは本当だったんですね。詳しいことは村についてからルイスに聞いてみないとわからないけど、何かが起こってるのは確かね。お師匠様、あれ、あ、あれって空中じゃないですか？そうね、空中ね。私が村にいた頃はこの辺に魔物が出てくることなんてなかったのに。あ、そうだリル、ちょうどいい機会だしあんた一人で倒してみなさい。え、私一人でですか？私が教えてきたことを思い出しながらやれば空中2匹ぐらい簡単に倒せるわよ。でも師匠の言うことは絶対よ。さ、行った行った、はいはい、いいから行ってきな。かかってきなさい。Thank you.
ねえ、そうね。
あら。え？そうね。わあ。いいかしら。なるほど。それはね。ゴールド